ここがデモファームですね。あーもういっぱいコーヒー生えてて、これがコーヒーの葉ね。この深緑のすごい綺麗なツヤツヤな感じですよね。これなんかも結構葉っぱ大きく、あれあれ、うん、ハロー、ハロー、ハロー、ナマサヤシュン、あ、シュン、アドラペニクマコピー、うんうん、あら、あ、オランジャポン、あ、いや、オランジャパン、おー、うん、うん、ビサロスインコピー、うん、あ、いや、いやいやいや、なんかビサロス、ビサロス、コーヒーの精霊様がこんにちは、アコーコーヒーのオギャルです。現在インドネシアバリ島に来ておりまして、農園滞在の最終日、コーヒーの収穫、生成、乾燥、脱穫などいろいろご紹介してきましたけども、最後に残されているのが、そう、焙煎。コーヒーはもういろいろ紹介していますけど、いろんな果肉であったり、あとはパーチメントっていう硬い甲羅に、皮に包まれていたりしまして、最後脱穫してね、ようやく僕らが見るような生豆に、なるんですよ。で、先ほどパーチメントという硬い殻の部分をね、脱穫してもらったんですよ。ちょっと焙煎するために。今から脱穫してくれるらしい。そうそうそう。今でもお米で言う今から精米を。精米。ちょっとしてくれるっていう、もう一番生豆になる瞬間も見れるから、これちょうどいいよ。ちょっと見に行こう。よし。ここや。はい。先生所や。うん。パブリック。脱穫機があるんか。おお。あ、それか。これか。これがパーチメントっていうやつなんやけど、これをこう割ったらこうやって中のこの卵、はいはい、でこのマイクでシルバスケチャブレンというか焙煎士に食べるやつで、この中身がよいしょ、これ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 、これが僕らが普段見る生豆。今僕これ手でやったけど、これを今から機械でこの作業をこれにする作業をやるって話だね。すんごい生の匂い、あの麻袋を感じる。サマナンか。ああ、thank you。あ、任せに。それらしい、それらしい。すげえ、でもあのパーチメントの段階では全くあの生の匂いせんかったのに、やっぱ、はい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 、脱穫してからいきなりあのね、僕らが普段店に届くような麻袋からの匂いが、はい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 、今やっとしたわ。ああ、いやいやいや。あーそういう意味、いや、ルバンジャルーム、え、ルバンジャルーム、はいはいはい、あー虫食い、ルバンジャルーム、あー虫食いからの旅ですね。なるほど、これがあれでしたっけ、これシマメ、これ黒豆、これシニマメですね。うん、グリーングレーディング、ごめんなさい、旧グレーダー、あー試験のこれは、風で最後チャフとかを、はい、軽いものだけ飛ばしたりとか葉っぱとか、これがでも本当の一発目のハンドピックだよね、はいはいはい、基本的にね、日本に入ってくるスペシャルティーコーヒーなんか、まあ、こうやって農園でもう、まあ、ハンド、まあ、1回は絶対しとるけど、ね、もうダブルハンドピックとかトリプルハンドピックとか、結構割れ豆とかもしっかり弾くから、そうそうそう、なんかかなりここのやっぱ品質自体はなんか高いと思う、まあ、ウォッシュドっていうのもあるんやろうけど、ナチュラルところだったらもうちょっとね、あっちが増えたりするけ、これはかなりいいですね、品質が自体が。それで正式が、いや、このソーティングは3回やるそうですね。で今2回目で、オッケー、あー、よし、これで今3回ソーティング終わったんで、ローティングはできるそうです。行きましょうや。
っていう感じでね、今脱穫しまして、ようやくこの僕らが見るような、これ見てください、これこれ、こんな感じのね、生豆、いわゆるこの日本で僕らが見るような状態にまでなりました。ようやくね、あのチェリーからこれ嗅ぐと、すごい、もう僕らがコーヒー屋さんとかで朝袋から感じるような、とかバキュームパックっていう真空パックから出てきたようなスペシャリティのすっごいいい香りがする。ここまで来ました。要はあとはもう焙煎するだけ。もともと焙煎機を使ってやる予定だったんですけども、それがちょっとね変圧器がなくて使えないと、だからね、トラディショナルな焙煎の方法として鍋焙煎をね今から行こうと思います。もうね、手鍋とかじゃない、これ見てください、こちらのね、もう土鍋というか、これチンチン熱しててめちゃめちゃ熱いんですけど、さっき多分ね、これも暖気をしてくれてたんですよ、そう、これにも暖気があって、見極め方がね、さっきね、このバナナとかなんかの葉っぱ、バナナじゃないな、なんか葉っぱをこう置いて、今結構焦げてきて、はいはいはい、これで暖気がオッケーになるらしい。そう、今回農園最終日、ようやくこのボンムラのめちゃめちゃうまい、僕がもう4日間ぐらい飲み続けたこのコーヒーの焙煎を今からしてみようと思います。本日最後のコンテンツなんでね、皆さんお楽しみに、どうぞこのボンムラのウォッシュ度覚えて帰ってください。参りましょう。というわけで早速ね、農園でのコーヒー焙煎やっていきます。今こちらはね、今暖気しておいてくれたこの土鍋、これもかなりもう触れないぐらい熱い、土鍋でこのフライパンでこの木べらを使ってね、焙煎していく、もう現地にもう強に入りは強に従いやっていきましょう。もう早速ね、暖気してるのでいきます。この青い 200g 用意してます。いきます。で、もうこんな感じで、もうさっきちょっと軽く見せてもらったんですけど、20分ぐらいはこうやって混ぜてはったな。これはあれですね、エチオピアのカリオモンとかに結構似てる感じかな、はい、コーヒーセレモニー、エチオピア行った時見たけど、道端でこうやって、あっちは鉄のフライパンだっけな、はいはいはい、あ、早い。でももう今生豆の匂いがすごい上がってきてる。早いですね。で、さっきチラッと見てた感じ、一ハゼとかは鳴ってなかったね。鳴ってなかった。一ハゼとかは鳴って、なんかもう多分長時間でずっとじっくりやってるから、一ハゼの原因となる細胞壁に残った最後の水分が膨張して破裂するのが一ハゼだから、それが起こらないんかな、もうそれまでに水分がじっくりじっくり抜けちゃって。今3分ぐらいですね。オッケー。いや、今だいぶね、もう色が変わってくるのは変わってきてる、この茶色。結構混ぜると分かるかな、この部分が結構合ってきてるから、結構だから、もう結構だから入り早いな。でもこれだってもう今これ完全これもうゴールドをほぼ引っ掛けてますね。ちょっとムラが結構あるけど、今これ何分、ちなみに4分26秒。4分26、結構早いっすね、結構ムラが出てるからね、もうちょっとじっくりだけ、ちょ、足並み揃えたいっす ね、 ですね。今ちなみに何分、そんな時間経ってないと思うけど、今5分、5分過ぎた。2分しか経ってないけど、今もうなんか大豆のちょっと入り豆みたいな、なんだろう、お菓子のイカリ豆ってわかる、油で揚げた、あれだけど、あれのね、香ばしい豆の匂いがすごい今してきてる、本来焙煎とかでやるゴールドって結構バナナの皮を蒸したような、ちょっと蒸れた香りがするんやけど、それは全くないね。だから多分ずっとこう水分が飛んで抜けてってるから、乾燥した切り豆の香りがする、今これだいぶもう、これだいぶもう今これ出てる、これもうゴールド抜けたぐらいですね、もう全体的に。ここから多分どんどん入りに入ってくると思うんで。いやー、選手交代。結構これ今僕右手プルプルやわ。まあ、そうっすね。手鍋やる時とかもこんな感じ？手鍋やる時は、シカシカ。シャカって。そうかそうか、置くんか。これ常に混ぜなあかんもんな。これは手疲れるわ。マジで。焙煎機って偉大。来てるね、来てるね。もうだってライトぐらいだね。7分17秒。頑張って。いい香りや。ちなみにこれ、くさきパックスラマットさんが焙煎してくれた豆ですね。こうやって。だから多分意外と黒くは見えるんですけど、多分焙煎自体は結構そこそこ浅めやと思う。9分過ぎたところですね。OKOKOK。もうまあまあかなり香りいいですね。スペシャルティー、僕まあ、どうしても本当に入り豆の香りがしてきましたよ。もう見た目もこれはライトシナモンあたり来てますね、見た目自体も。まず入れるのは思ったよりそこまで、あとはこの茶フが焦げない、焦げてその匂いがつかないかが心配。いや、ここら辺でちょっと止めても見たいけどね、なんかね、いい色、ちょうど柴犬の色というか、もうちょっと濃いぐらいの、全然これでうまいと思うわ。
でも確かにこれ結構今ガンガン水分とかフレーバー出してる状態やから、うん、ちょっと早めに煮上げてもいいかもしれないな。はい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 、はい、豆がこうギュッと小さく縮んで終わったらあれなんやけど、これ今割と膨らんできてるから、うん、板ではなってないけど、うん、顔焼けるなこれ。11分入るところ11分入るところ、うん、OK で今さっき入り豆の香りが今ちょっとフルーティーな方ちょっと一周した若干するよね。オッケー、あげます。よし、はい、これでじゃあ焙煎完了でいきます。よし。よっしゃ、重いな、この豆も。で、冷やそう。よし。ちょっと今見える白っぽいやつでハンドピックしてね。なんか飲んでみようか。もう冷えたんで、うん、もうこんな感じでね。まあ、めちゃめちゃ攻めた。アサリみたいになったね、結局。いや、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。もうここのコーヒーのそのスペシャリティ具合は知ってるから。うん、これ早速でちょっと引こうぜ、引こう。グラインド。どうすか。お、ちょっとあれだけど、まあ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 、いいでしょ、いいでしょ。毎度のごとくフィルターはないんで、うん、ティッシュね、いい感じに作ってと。いや、手慣れてきたね、さすが。もうほぼ切れてる。入れようぜ、入れようぜ。あれもいいですね。焙煎豆じゃ赤い、あの、明るいですね。うん。シュッシュッス。ヤン。ヤン。あー、やっぱガスとかは結構抜けてるな、あの焙煎だったら。あの焙煎だと、あれかな、もうゴリゴリに深入りにした方がいいんかな、やっぱ。この銅ポットも、バリの地で活躍するとは思ってなかったよな、この借りたの。こっちの清掃で。あー、これね。お父さんね。そう、これね、そう、なんか、そう、お前やるって言われて、もらったわ。あ、そうですね。そう、で、昨日必死に、あの、着方を覚えて、これがあの、バリの方の清掃かな。うん。オウムシの方は、闘鶏っていうね、鶏を戦わす、あのものがあって、統計があって、そこであの彼は審判してたんやけど、その審判の時とかはこれ着てはったな。これでちょうど3分で入れ終わりました。よいしょ。うー、明るい色してますね。これはだいぶ明るいね。だいぶ明るいけど、うん、よし、飲んでいきましょうか。じゃあちょっとね、ついにこのここで取れたボン村の、今年のクロップ、うん、もう今脱穀してパーチメントが入ってない生麺、うん、もう一番新鮮なこのコーヒーいただきます。いただきます。あ、えな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 すか、えな、えな、うんうんうん、あのちょっとまあ僕の焙煎もあって、うまさの形というか、うん、あのこれあれ町のロースターでちゃんと焙煎してくれたやつ。これ、ね、飲んだ時に感じたあのスペシャリティ、うん、梨感とマスカット、これは感じる奥底に。でもこれはあれあれ、もうちょい焙煎火入れた方が良かった ね確実に、うん、うんうん。でも片鱗はすごい感じる、あの焙煎で、で、セルフケメックスみたいなので感じるってことは全然うん、しっかりやったら、うん、めちゃめちゃうまいっすよ。さらって、表現長いっす。だいぶ薄いけどね、申し訳ない。結構薄いわ。もうちょい多分、焙煎した方がいいと思う、うん。もうちょい焙煎した方がいいと思う。いやー、いろいろ学びましたね、本当に。農園に4日間いたんか。そうですね。4日間いて、うん。うん、まあいろいろね、もうコーヒーのこともそうですし、いろんなことも経験しましたね。今日我々はこの日本にね、帰ってこのバリの地とは、お別れです、うん。まあ、最後にね、改めてご紹介しておきますと、今回僕らがね、お世話になったのはこちら、日本人のユキさんという方がやっているこのザ・クープという、うん、これバリのスミエという場所にあるカフェなんですけど、まあ、そこと、はい、このディボンコーヒープロジェクト、ディっていうのがいわゆる英語で言うインで、ボンがここの地名、ボンでボン村のコーヒープロジェクトバリということで、うん、この農園にお邪魔しておりました。でこのコーヒーの農園は、今年の分はね、もう今収穫が終わったところなんで、これからやっと日本に2ヶ月ぐらいに入ってくるんですけど、去年のもん、1年前のものは今ちょうど売ってる分はまだ買えるんですよ。日本のさ、ゆきさんがやってるコーヒーやから買えるんで、僕らがもう今までずっと取材してきたコーヒーそのまま飲めます。それが、概要欄にそのサイト書いてますんで、はい、ぜひともね、そちらからこのディボン村のコーヒー3種類あるんですけど、僕らが今飲んでいたのは自然発酵のフルオッシュという、商品になります。これはね、ぜひともね、飲んでいただきたい。で今回僕らが取材させていただいた今年のクロップがそれこそ2ヶ月後3ヶ月後に入ってきますんで、今のうちにね、去年のものと、今年の新しい僕らが見てきたもの飲み比べてもらってね、このディボン村であったりこのコーヒーの、まあ、収穫から、僕らの手元に届くまでの過程をね、よりよくその
なんだろうな、しっかり認識していただいて、噛み砕いていただければと思います。いや最後の最後に晴れたね。うん、あ、だいぶ晴れた、ね、うん、まあそんなわけで我々のバリ旅は終わりです。どうも、高谷さんもお付き合いいただきね、ありがとうございました、はい、バリのコーヒーであったりコーヒーのプロセスとかね、普段見ないようなことに対しても興味これからも持ってみてください。というわけでね、今までお伝えしてきましたけども、私もちょっとね、あのコーヒーの森に帰らなきゃいけないので、うん、ぼちぼちちょっと日本語も喋れなくなるコピー、うん、おそう、帰らなきゃいけないコピーやから、うん、うん、皆さんも元気に、コピー頑張って、日本で頑張ってコピー、コピー、うん、コピー、あー、オッケー、あー、その、ビサ、うん、ビサリハー、コーヒー、うん、コピー、あー、オッケー、ビサビサ、取り任せ、取り任せ、取り任せ、オッケー、様様、バイバイコピー、バイバイコピー、バイバイコピー。